今回すべての原子力発電の廃止および自然エネルギーへの全面転換の促進に関する基本法案というものを取りまとめました。で、略称はですね、原発ゼロ自然エネルギー基本法案であります。基本方針1、運転されている原子力発電所は直ちに停止する。2、運転を停止している原子力発電所は今後一切稼働させない。3、運転を停止した原子力発電所の具体的な廃炉計画を策定する。4、原子力発電所の新増設は認めない。5、使用済み核燃料の中間貯蔵及び最終処分に関し確実かつ安全な抜本的計画を国の責任において策定し官民挙げて実施する。6、核燃料サイクル事業から撤退し再処理工場等の施設は廃止する。7、我が国は原子力発電事業の輸出を停止中止、人類の平和と安全のためかつての戦争被爆及び原子力発電所重大事故の当事国として地球上の原子力発電全廃の必要性を世界に向けて発信する。8、急速に進んでいる省エネルギーをさらに徹底させる。9、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の自然エネルギーを最大限かつ可及的速やかに導入する。自然エネルギーの電力比率目標は平成42年までに 50%、平成62年までに 100% とする。10、地域経済の再生のため各地域におけるエネルギーの地産地消による分散型エネルギー社会の形成を推進する。今回の目標はかなりこれハードル高いように思いますけれども、もしご自身が現役の総理大臣だったらこれは実現できたことだったでしょうか。原発ゼロハードル高いって言いますけどね、多分ないです。あの2011年の3月事故起こって以来、今年の3月で7年になりますね。今まであの事故以来日本は原発ゼロでやっちゃったんですよ、まあ、具体的に言うと2011年3月から2013年9月まで日本の原発かつて54基だった、現在40何機かぐらい、たった2機しか動いてない。2013年9月から2015年9月の丸2年間原発ゼロ、そして2015年の9月から今日まで、まあ、再稼働というのは4機か5機でしょう。 2% か 3% 推進論者がバカにしていた自然エネルギーよりも低い。その間北海道から九州まで一日も電力が足りなくて停電したことはないということは、日本は原発ゼロを宣言してなくても実質的に原発ゼロでやっていける国を証明しちゃった。これがどうしてわからないのか、不思議でしょうがない。しかも政府自民党もね、けしからんのはね、公約であの事故をできるだけ原発の依存度を低くして低減させていくって言ってるんですよ、選挙の公約。ところがつい最近経産省なんて、これからも原発の電源は基幹電源と言って、将来 20% から 22% 程度原発の電力を供給する体制を作ってる。みんな20% 30%、かつ 30% は50機ぐらい動いて 30% の供給したんです。 20% の電源を原発でやっていこうとしたら30機ぐらい作るの、これ。これが再稼働だけじゃ増設新設できるわけないじゃん。そういう方針を取っているということは原発の依存度を低くしているってことはないじゃん。逆のことやってるね、よく恥ずかしくないなと呆れてるんだよ。このね、なんてこんなバカみたいなんだ。しかも原発を輸出して政府は保証するって言ってるんですよ。こういう行動に憤りを感じてるから、私はね、国民運動をこれからますます展開していかない。原発ゼロのハードルなんか高くないですよ。
現地でやっちゃってるんだから、政府はその気になれば、日本はこの法案に書いてある2050年ですか、だからあと30数年、おそらく官民挙げての協力で日本は全電源を太陽、風力、水力、地熱等の自然エネルギーで国民生活は発展できる、経済成長できるという新しい国づくりができると私は確信しています。各党との連携ですけども、これは今回ね、仮にこれから立憲民主党が国会に対して積極的に政府を正す、なぜ原発ゼロをやらないのか、自民党政府の言ってる公約と違うじゃないかっていう追及すれば、これ自民党だってウカウカしていられませんよ。そういう意味によってこれからの現地連の活動というのは今後の新しい日本の国づくりについて大きな影響を与えていく、またそのために我々も魅力を尽くしていかなければならないと思っております。